ブライラは、ルーマニア東部ブライラ県の県と、ムンテニア地方に属し、ドナウカ岩港を持つ。ドナウ川をハサミガラチと近接する。1900年代初頭の絵はがきに描かれた、ブライラ19世紀終わりから20世紀初頭にかけての、ブライラの眺めはラキアにおいて、ドナウサ岩のこの地に定住地が現れたのは、スペインで1350年頃に書かれた。 リブロでこのスシミエントにおいてスペイン語の氏名ドリナ語と記載された時である。また、14世紀にカタルーニャで書かれた公開図にも登場した。これは、ブリラ語を間違って翻訳したものであろう。当時のギリシャ語での雑な文書では、詩はプロイラブムかプロイラバとされている。これは、スラブ語での地名、ブライロフをギリシャ語表示したものである。ドイツ語の文献では、 ユアベイルと記載されていた。名前の発祥、意味ともに不明である。カザーとして、町と周辺一帯は1538年の1540年から1829年まで、オスマン帝国に支配されていた。トルコ時代の呼び名は、ウブライルかウブライラであった。モルダビア公主テファン賛成によって1470年2月2日、町は攻撃され、略奪され、 火を放たれた。これは、オスマン帝国と同盟関係にあったワラキア港、ラドビナン港に対する報復のためであった。1595年から1596年にかけては、事実上ワラキア港未配遊観光の支配下にあった。19世紀、ブライラの川港は、ワラキア内にある川港として、トゥルヌマグレレとジュルジュに並ぶ重要港となった。 ブライラの偉大な繁栄の時代は、19世紀終わりから20世紀初頭にかけてで、ルーマニアへ商品の多くが集まり国内へ運ばれて、幾へ陽光であった。1989年のルーマニア革命の後、ブライラの経済衰退の時代は終わりを告げた。中小規模の船が航行可能で、ブライラは規模の大きな穀物運搬と備蓄施設を持つ、重要な産業都市であり、 金属加工、繊維業、食品加工などが行われている。旧市街には多くの19世紀の建物が集まっており、それらの一部が完全に修復されている。1865年に建てられたギリシャ系ルーマニア人コミュニティの正教会の教会、スフィンツィアルハンゲリ教会、トルコ時代のモスク、1896年に建てられたマリア・フィロッティ劇場、歴史博物館、 古い水道橋がある。その他にドナウガ市にある公立庭園があり、川と町に山脈の眺めが楽しめる。2006年初め、自治体はヨーロッパ連合の基金を旧市街の修繕に注ぎ込んだことから、ブライラはムンテニア地方切手の主要観光地に変貌した。ブライラは19世紀終わりにルーマニア国内でトラムが導入された古い都市の一つであり、 現在もまだ運行されている。その他にバスが運行している。ありがとうございます。